シグナス・アトロテス国鳥は、カモモクカモカ白鳥族に分類される鳥類。ブラックスワンとも呼ばれる。オーストラリアに生息する固有種。内陸部の乾燥地帯と、ヨークミサキ半島を除く全土に生息している。オー白鳥などのように渡りを行わず、季節や環境の変化により移動を行う標である。オーストラリア唯一の固有の白鳥属であるが、 コブハクチョウが移入されている。西オーストラリア州の州の鳥。また、ニュージーランド、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、スロベニア、シンガポール、日本に移入されている。初列風切りハ、二列風切りハが白い。成長は、全長110センチメートルから140センチメートル。体重は5キログラムから6キログラム。最大で9キログラム。翼海長は2メートルである。 口しは赤く、先端付近に白色の反転がある。光彩は赤色。羽毛は全体が黒色だが、初列風切り葉から二列風切り葉の外側にかけてが白色である。幼鳥は羽毛は白色で、口しは黒色。成長するにつれて羽毛が黒くなり、口しは赤褐色から赤色へと変わっていく。交彩は褐色。C.A. アトロトス。 キア種。オーストラリアに分布。CA サムノレンシス。全滅種。ニュージーランドア種。マオリ族の到来以降、狩猟により絶滅した。現在ニュージーランドに見られる国鳥は、CA アトロテスをオーストラリアから移入したものである。食性は草食性で、主に水草を食べる。また、水辺に近い場所や陸上でも、採食することがある。 繁殖期は場所によるが4月から9月。津いは一生の間、継続する。国鳥は大抵、湖の浅瀬か、島に草を積み上げた直径約1.5メートルの巣を作る。普通、毎年同じ巣を利用し、必要があれば修復したり建て直す。通常、4から6個を散乱し、私有ともに放卵する。押すと。 メスは共に巣を守り、一旦ヒナが飛べるまでに育つと、家族で餌を探す姿がよく見られるようになる。乾燥期に、故障の水が少なくなると水を求め、数百羽の群れになり、移動を行う。夜間飛翔することが多い。英語にはかつて、無駄な努力を表す言葉として、黒い白鳥を探すようなものだということわざがあった。 それほど黒い白鳥はいないと信じられていたが、1697年に実際にオーストラリアでコクイコール黒い白鳥が発見され、当時の人々からは驚きを持って迎えられた。この発見によって常識を疑うこと、物事を一変させること、自分を絶対視しないことの象徴として使われるようになった。また、 これを下地にして、ありえないと思われていたことが突然発生すると、予想されていた場合よりも影響が過熱になるという、ブラックスワン理論が提唱された。リーストコンサーン、ありがとうございます。